チャンネル来ちゃいました。はい、フラワーコンシェルジュとして、はい、一番印象に残ったこととかありますか？私もね、このひめりせいかさんのフラワーコンシェルジュとしてはおよそ2年になるんですけど、うん、やっぱりね、そのイベントとかした時に普段この SNS 上やと、まあ、あのリプライとかそういう会話するような人がイベントになってこう会いに来てくれたりとか、遠方とかから、もうほんまにもう300キロ先の遠方とかから30キロ、そうそうそう、来てくれたりとか、なんかその誕生日とかにイラストを描いてくれたりとか、そうなんですよ。だからこっちが、まあ、いつもねこうやって動画とかで、まあ、皆さんに見てもらってる立場なんだけど、その逆に視聴者さんがこっちに与えてくれるっていう瞬間が、まあ、あったりするんですよ。やっぱ続けてると、なんかそれがやっぱこれしててよかったなみたいな印象に残ったことですね。というかもっと知名度が高いですね。なんかね、民放のねレギュラーとかね、民放野望が見えた今、はい、ちょっとねそうそうそう、ちょっと野望が見えちゃったけど、っ思ってることいろいろ、いやそんなのどんどん言っていきましょう。この笑い方逆になんか大変だったこととか何かそうやってて、大変だったことね、いろいろありますね。なんやろう、やっぱりあの見習いなんですね。フラワーコンシェルジュ見習いだから、はいはい、お花がこうプロフェッショナルになるまでまだやっぱ修行を積んでいかなあかんっていうのがあって、だからなんかそのお花のことをもっと学ばなあかんなっていうところは、毎回いろんなイベントでもその配信とか動画撮ってても思うし、なんかお花の魅力を伝えて、お花の魅力を伝えたいって言ってる立場やからこそ、なんかこう知らない自分にすごいもどかしく感じるときもあって、そうですよね、そう、でもだからといってどこから勉強したらいいかわからんみたいなのもあって、あそこはもうね永遠のテーマになって思ってます。いや私はバレーボールまだわからないこといっぱいある。うそー、そんなことないでしょ。全然なんか小学生から教わることとかいっぱいありますし、教室してても、だからもうそこはなんかお互いに、そうかもしれない、学び合いですよね。本当一生学びですよね。いや本当そうですよ、思いますね。成長を感じる部分とかそういうのってあったりしますか？自分で言っていいですか？